トマン虐殺事件と衛星兵の虐殺は朝鮮戦争中の大田の戦いにおいて1950年7月16日に行われた戦争犯罪である。現代官民国清掃特別自治資金南面と万座との北にある山で重傷を負った非武装のアメリカ陸軍兵士30名と同じく非武装のチャプレン1名が北朝鮮軍の部隊によって殺害された。 太田の戦いの近郊付近での軍事行動中に、アメリカ陸軍の第24師団第19、不評連隊の部隊がバリケードによって補給線を立たれた。このバリケードは北朝鮮軍の第3不評師団が設置したものだった。バリケードを破壊するのは困難だとわかり、部隊は負傷兵を撤退させるため近くの山間部を移動させるしかなかった。 疲労のため負傷兵の搬送が困難となり、重傷を負った米軍兵30名は山頂に取り残された。2名の非戦闘員、チャプレンと衛星兵各1名も負傷兵と共に山頂に残っていた。この負傷兵の部隊は北朝鮮軍の石膏に発見され、衛星兵は逃走に成功したものの残りの31名全員が銃殺された。非武装のチャプレンは、 不祥兵らのために祈っているところを射殺され、その後残りの不祥兵30名も殺害された。同年7月、この虐殺などいくつかの事件を理由に、アメリカ軍の指揮官らは朝鮮戦争中の戦争犯罪を調査するための委員会を設立した。同月、北朝鮮の指揮官らは、自軍の兵士による捕虜の取り扱い方を懸念して、 より厳格な敵捕虜の取り扱いに関するガイドラインを策定した。北朝鮮におけるこの事件の資料はこれ以外ほとんど知られていない。そのため、この記事の執筆に用いた参考文献のほとんどはアメリカ合衆国の文献であり、残りも国連軍側で参戦した国の文献である。朝鮮戦争の前線の戦況図。 津左上のソウル付近の点線は6月28日夕方時点での韓国軍の前線。罰印のついた丸い枠は7月13日夕方時点の米軍、韓国軍の配置。中に罰印のある四角は北朝鮮軍、矢印は同日の北朝鮮軍の進行方向。朝鮮民主主義人民共和国が大韓民国に進行した後、国際連合は 韓国の崩壊を防ぐため国連軍を派遣した。しかし、国連軍の支援が可能な極東に駐留しているアメリカ合衆国軍の数は5年前に第二次世界大戦が終結して以来徐々に減少していた。現地に最も近い米軍師団は当時日本に司令部を設置していた第8軍第24不評師団だったが、この士団は人員不足であり第1次、 ドルーマン政権で制定された防衛縮小のため装備の大半が旧式のものだった。それにもかかわらず、北朝鮮による進行の初動を受け止め第7不評師団、第25不評師団、第1機兵師団、他の第8軍支援部隊などの追加戦力が配備されるまでの時間を稼ぐため、第24師団は米軍の中で最初に朝鮮に派遣された部隊となった。 韓国に到着した米軍部隊米軍と北朝鮮軍が最初に衝突した7月5日のカラス山の戦いで第24師団は大敗した。この戦闘で交戦したスミス主体はカラス山から交退し、米軍は続く平沢の戦いでも再び敗北した。北朝鮮軍は数と装備において優位であったため、スミス主体の敗北から1週間以上にわたって、 第24師団は敗北を繰り返し、南下を余儀なくされた。第24師団の連帯は取り、松室院の戦い、天安の戦い、平沢の戦い、加藤峠の戦い、冷戦の戦いを経て組織的に南へと追いやられた。これらのアメリカ軍兵士は、ほとんどが日本での占領任務を経験しただけで、実戦経験がなく、 連度の高い北朝鮮軍に比べ準備不足だった。7月12日、第24師団の師団長、ウィリアム・リーン少将は、師団の第19、21、34不評連隊に、近郊を渡った後に、後方の橋をすべて破壊し、大田付近で防御陣地を構築するよう命じた。大田は、ソウルから南に160キロメートル、 釜山から北西に2 1 0トルの位置にある韓国の主要都市であり、第24師団の司令部が設置されていた。ディーン師団長は、第34、19連隊を東向きに布陣させ、損害の大きかった第21連隊は南東への予備戦力として残した。大田近郊の西方から北方にかけては近郊が16から2 4トルに渡る防衛線となっており、 南方は小白山脈によって守られていた。また大田からはべての方向に主な鉄道と道路が広がっており、大田はソウルとテグの間に位置する主要な交通拠点として、米軍にとっても北朝鮮軍にとっても戦略的価値が高かった。防衛線が完成していない、釜山付近に北朝鮮軍が集結するのを阻止するため、米軍は大田を維持しなければならなかった。 1950年7月13から16日の近郊戦の戦闘における第19連隊の戦況図。画面中央に左右に伸びる水色の曲線が近郊。近郊上の点線で囲まれているのが13から15日に北朝鮮軍第3師団が集結していた地域。そこから伸びる灰色の矢印は16日の北朝鮮軍の主な進行方向。 画面中央をやや下、灰色の矢印の先にある平行な斜線のついた曲線は口述のバリケード。均衡下などの細かく短い線がついた曲線は13から16日の第19連隊の配置。黒い矢印、黒い点線の矢印はそれぞれ16日の第19連隊の攻撃と撤退の経路。北側で北朝鮮による最初の進行があった後、 第34連隊は退却して、ロ論ン散ンへ向けて南下した。7月15日、第19連隊は、第34連隊の間撃を埋めるため、第2大隊を動かした。韓国軍がそれを補強した。この米軍と韓国軍の部隊は、川の西側に大規模な北朝鮮軍の部隊を確認した。7月16日の3時、北朝鮮軍は、 第19連隊の陣地へ向けて、戦車、大砲、迫撃砲で大規模な砲撃を開始し、ボートでの渡火を開始した。また、北朝鮮軍は、川の西岸に集結して第1大隊の C、E 中隊の陣地を攻撃、続けて B 中隊に向かって上陸した。北朝鮮軍は、大隊全体を圧迫しており、大隊を制圧する恐れがあった。 米軍の連隊司令官はすべての支援部隊と将校に対して戦線に参加するように命じ、攻勢を支持ぞけることができた。だが、この戦闘で北朝鮮軍は戦線の後方に侵入しており、予備戦力を攻撃し、補給線を遮断した。薄く展開した第19連隊は、近郊線を維持することができず、同時に北朝鮮軍を撃退することもできなかった。 大田の近郊西にある樹城のすぐ南には都ンがあり、この村の近くを通る道は主な補給経路だった。この補給経路には第19連隊が配置されていたが、北朝鮮軍の部隊は即座にこの戦線の後方にバリケードを設置した。近郊戦との間で弾薬や負傷兵を輸送しようとする米軍にとって、このバリケードはすぐに深刻な問題と化した。 7月16日の13時ごろ、第19連隊の指揮官が D2 師団長に連絡を取り、師団長は彼にバリケードを破壊するよう命じた。だが、北朝鮮軍の部隊は、都マンの道の北部少なくとも6カ所に、機関銃の巣を設置しており、米軍は繰り返し攻撃を仕掛けたものの、北朝鮮軍を撤退させることはできなかった。バリケードは、負傷兵の撤退を妨害していた。 米軍は負傷兵をジープに乗せバリケードを抜けて構想しようとしたがジープは機関銃の砲火にさらされた。気候部隊や航空機は北朝鮮を撃退しようとしていたので補給部隊は先に進むことができず16時までにはバリケードのところで停滞していた。大田から来た重装甲部隊が他の方向からバリケードに向かって移動し、その間に 連隊から兵士500名が集められて、バリケードが破壊されるのを待った。この時、補給と負傷兵の世話のためバリケードを迂回する、決死行をすることになった第19連隊の部隊は、周囲を囲む丘の間を移動し始めた。1台の戦車はバリケードを抜け負傷した第19連隊指揮官を避難させることができた。だが19時までに指揮官らは、第19連隊に、 自体の負傷兵をバリケード東の尾根沿いに移動させるよう命じた。21時に第19連隊の約100名の兵士が町の東方にある丘へと移動した。彼らは約30名の負傷兵を構想しており、その中の数人は重傷で歩行できず担架に固定されていた。この100名の集団のうち数人はこれらの兵を搬送するよう命じられていたが、彼らの多くは 山中で集団から離れた。山中に到着するまでに、士官は、重傷者のうち何人かはこれ以上搬送できないと判断した。彼らを搬送していた兵士が疲れきっていたのだ。連隊の衛星兵、リントン・ジェイ・バトリー隊員と、ヘルマン・ジーフェル・ホルター隊員はこの時、負傷兵と共に後方に残されており、負傷者を構想できる、別の部隊が来たら彼らを移動させるつもりだった。 バトリー隊員は衛星兵であることを示す赤十字の腕章を巻いておりフェルホルター隊員はアメリカ軍チャプレン部隊所属の従軍聖職者であることを示す大きな白のラテイン十字の腕章を巻いていたこの残った2名と負傷者は国際法における非戦闘員であり武器を持っていなかったその後すぐにバトリー隊員とフェルホルター隊員は 北朝鮮軍の石膏が近づいてくる音を聞きつけた。これはアメリカ軍の戦線を浸透してきた北朝鮮軍の第三不評師団の兵の集団だった。フェルホルター隊はバトリー隊員に逃走するように言った。バトリー隊員は走っている時に北朝鮮兵に足首を打たれて重傷を負ったものの逃走することができた。フェルホルター隊員はそれから短架に横たわっている負傷兵たちに 臨重の秘跡と周遊の秘跡を授け始めた。この時点から第19連隊司令部司令中隊から監視任務に当たっていた兵士らが双眼鏡で遠くから見ていたのだが、若い外見でおそらく訓練されていない北朝鮮の石膏部隊が負傷兵らのいる地点に接近したという。この石膏部隊はソビエト製のライフルと PPSH-41 短期艦銃で武装していた。 フェルホルター隊員がアメリカ軍負傷兵のために祈ろうとひざまずくと北朝鮮の部隊は彼の頭部と後輩部に銃撃を加えた。そして自動火器を撃ち始め30名の重傷の兵士たちが荒野に逃げ込む前に全員殺害した。アーリントン国立墓地のチャプレンの丘にあるカトリックのチャプレンの記念碑。コリアンコンフリクトの2行目中央にフェルホルター隊員の 名前が刻まれているのが確認できる。戦闘の混乱とその後の撤退のため、米軍の部隊は犠牲者の遺体を3体しか回収することができず、また虐殺を行った北朝鮮部隊を捕獲することもできなかった。死亡したフェルホルター隊員は自ら負傷兵と共に残ったことを評価されて、主君十字章を授与された。これは、 アメリカ陸軍が勇気を称えて授与する勲章の中で2番目に位置するものである。彼はこの戦争で勇気を称えて勲章を授与された最初のチャプレンだった。1952年12月アメリカの雑誌タイムに彼の死亡記事が掲載された。フェルフォルター隊は朝鮮戦争のこの時点ですでに死亡もしくは行方不明となっていた12名の チャプレンの最初の一人であった。なお、この12名の中には、朝鮮戦争において二人目に、主君十字章を授与されたチャプレンとなったエミール・ジェイ、カパウンが含まれていた。この事件は、アメリカ軍が北朝鮮兵が行ったとして避難した一連の虐殺事件の中でも、初期のものの一つである。この事件と303コーチの虐殺、ブロディガルチマサカーが起きた後、 アメリカ軍の司令官らは7月27日に戦争犯罪の疑惑を調査し証拠を集めるため委員会を設立した。1953年後半、ジョセフ・マッカーシーが委員長を務める上院政府活動委員会は朝鮮戦争で申し立てのあった1800件もの戦争犯罪の調査を指揮した。この事件は初期に調査された事件の一つであり、ここで事件の英語名。 ザ・チャプレン、メディック・マサカーが命名された。唯一の生存者であるバトリー隊員は委員会に承認として出頭するよう求められ、アメリカ政府は北朝鮮軍がジュネーブ条約の条項に違反したと結論し、北朝鮮の行動を非難した。1989年、米国はバージニア州アーリントンにあるアーリントン国立墓地に追悼碑を混流し、第二次世界大戦。 朝鮮戦争、ベトナム戦争など様々な戦争で死亡したチャプレンの名前を列記した。その後の一般的な研究では、戦争初期の北朝鮮は部隊に捕虜を虐待するよう直接命じておらず、非武装の負傷兵についても同様であったと判明した。この事件や同様の虐殺は、統制されていない小規模な部隊が実行したものや、個人的な報復、 もしくは捕虜を捕獲した部隊の状況が悪化し、絶望的な状態に陥ったために発生したものだと考えられている。北朝鮮の部隊が前線で悪化する状況に苦しめば苦しむほどアメリカ軍の負傷兵や捕虜に対する虐待は増加した。軍事史学者の TR ・フェーレンバッハはこの事件の分析の中でこれらの事件を実行した北朝鮮の部隊は おそらく第二次世界大戦までの第二本帝国軍により数十年間にわたる圧政を受けていたため捕虜の拷問や処刑に慣れているのだろうと記した。1950年7月28日、国連の情報機関が北朝鮮軍第三師団の司令官である李栄光将軍の命令を傍受した。その文書には北朝鮮軍の最高司令官である金作と 総司令部の指揮官の一人である蔡伊沢県が署名しており、捕虜の殺害は厳禁だと書かれていた。李栄公は、個々の部隊の文化部門に、師団に所属している部隊にこのルールを知らせるよう、命令した。翌月に303高地の虐殺が起きて、注目を集めると、北朝鮮軍の師団司令官らは、捕虜の扱いについてさらに厳しい命令を出した。ありがとうございます。